ケル、ピューチマル、あいつなら。ちょっと大丈夫っすか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。なんとか耐えろ。だろうな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。君たちを救おう。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化する。来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。どういう良き終わりはそこにある。
敵だ。あと、何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい、抵抗するな。あもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんなどうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には聞いてもらう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故った。おい、さっきのを見てなかったのか。その霧に近づくだ。話に戻ろうか。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。力は得られるみたいだな。
妹ってのは病人なのか。へっ。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために？あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づけ。それでいい。恐れずにやることが重要だ。あ、お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。
やるな。筋がいいぞ。嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。Ugh.
何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今更自己紹介かよ。まあいい、KK だ。名前は捨てた。 KK、 マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。マリ！マリ！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッタ見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。
人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。容易に近づく。危ねえぞ。なんだろう。調べてみるぞ。浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。また城か。使えそうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。これって…何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。止めるぞ。
らに好き勝手させるな。おい、離れすぎだ。戻って助けてやれ。そっちじゃない。あの霊を助けるんだろ。戻れ。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せる。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置…あいつ…余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。ちょっと無鉄砲すぎるか。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことは想定外だ。どうなってるかわからん。
って何？今はいい、先を急げ。おい、怪我するぞ、離れろ。何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。形状があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな。珍しいものが売ってるな。キュウリだけ持っていてもな。こういうの意外と買っちゃうんだよな。あなたの撮影した写真が藤山。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。そこの2階だ。いけそうだ。なんだ。あんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。
地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ、結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって…これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあった。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつあぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。結界だと？マンションごと押しつぶす気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。続行せ。他にもあるはずだ。この階のどこかにさっきの石があるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなったんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。まださっきの石があるはずだ。探すぞ。
数分だ。急げ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べる。よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる。違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって穢れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。穢れの中心だ。破壊しろ。穢れに囚われていた。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。富士屋マート、CS ウェイブステーション。そのサービスは山で売ってるのかよ。DJ マルチバースで2036。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろ。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。この感じ近くに何かあるな。何か。いわゆるパワースポットってやつだ。
心深いな。こういう時だからね。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。お、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。でまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてる。助けてやろう。浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。
ない数だな。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実態を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。そうだ、もっと俺をうまく使え。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。まれびとの気配にするな。予定と違うじゃないか。停止して神社の様子を見る。敵の居場所や霧の発生源を確認する。
技を覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもありだ。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所もわかるはずだ。この感じ、近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。あ、なんだ？これでよし。こいつは使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めると。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。気になってたんだけど、国の番犬って…あ、いいぜ、こう、そ、塩線。エーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。
力を使え。見えないものをあぶり出すんだ。新しい技を覚えられそうだぞ。ああ、そうか。車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。鳥居があった。浄化する。強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。影里へに向かうぞ。一安心ってとこだな。